まもなく日が暮れる。もう夕日もだいぶ暗くなり始めた頃、私と瀬名くんは G 県警本部へと戻ってきていったということで、おめでございます。入り紙、次帰っていきたいと思います。特捜始まって以来の大事だな。私に向けたのか独り言なのか、 G 県警本部の庁舎を眺めつつ、瀬名くんがボソリとつぶやいた。彼の表情には抑えきれない戸惑いが浮いていた。そうね、まだ始動して半年も経ってないけど。顔に出さないように心がけているが、正直私も戸惑っていた。ちゃんとお給料もらってる？私たちはここにある事実を確かめに来た。あの時、ヨミ君が放った言葉の意味を。本部長と金髪のクソおじはグルだ。でも、あれだよね、確か。協力してるふりをしてるんだよね。もし考えられるだけの重装備って、なんだぞ？ヨミ君、それはどういう意味？言葉通りの意味だ。本部長とあのクソ王子、FOAF は裏で繋がってる。だから装備の使用許可なんて下りやしない。冗談だよな。俺の顔見りゃわかるだろ。嘘を言ってるように見えるか。そもそも俺が今まで嘘をついたことがあるか知らねえよ。それは知らねえよ。それはそうかもしれないけど。こっちはその心を読むとかそういうのできないんだからさ。歴代の G 県警本部長は、組織が G 県で行った実験の後始末を一手に任さられてきた。お前らの行動だって、逐一監視されている可能性だってある。そんな奴が銃の携行なんて認めると思うか？でも使用許可降りるんじゃないの？本当なのだろうか。あ、いるー。びっくりした。あれはなんか、あんまり怖い例ではなさそうだけど、まあ、例は例だもんな。本部長は FOAF と金髪の王子様とつながっているんだろうか。私たちはそれを確かめるために、ものすごく嫌がりヨミ君を如月先生にかくまってもらいここに来た。時間もない。ひるんでなどいられない。あれなんだな、ルナちゃんは来ないんだな。おう、短期間の出演でしたね。地域課や交通課などの制服警官と異なり、刑事、私服警官である私たちは普段は拳銃を携帯しない。事件捜査において拳銃の使用が予期される際、つまり犯人の確保に向かう際などに許可が下りる。そして凶悪事件の捜査であり、突発的事件が予想される際にも、基本的に所属部署の上長から許可をもらい、装備課に申請し、担当警察官立ち会いのもと保管庫内で弾丸を一発ずつ込め、手順を都度口頭で確認しながらようやくホルスターに収めるのだ。まあ、なんか日本っぽいよな。私たちの場合は本部長直属なので、所属部署の上長とは普段の本部長その人だ。ま、急な部署転換の都合上、装備品の貸与を含めた各種の申請は捜査一課を通す形ではあるが、もし本部長が瀬名君の言う通り敵方なのだとしたら、私たちが申請しようとしている、拳銃と防弾ベストの貸与は絶対にありえない。っていうか、瀬名君じゃないでしょ。ヨミ君でしょ、言ってんのは。瀬名は別に敵だって言ってないでしょ。姿こそ見たことはないが、味方だと思っていた。どこかずれた部分はあるが、信頼できる人間だと思っていた。いや、絶対に味方だよ。敵か味方か、確かめるのは少し怖い。そんな私の逡巡を吹き飛ばすかのように、瀬名君が大声を出す。繋がってるのは本当だろうけどね。頼む！つべこべ言わず拳銃を出しやがれ、強盗かよ。強盗じゃないんだから。捜査一課のオフィスで、しかも同じ警官相手になんてことを言うのか。うん、いいよ。え？背後から聞こえた思わぬ快諾の声に、思わず変な声が出た。いやー、驚いた驚いた。本部長殿からさっきじきじきに内線が入ってさ。卵飯巡査長と愛禅巡査が申請してきた装備は全て貸し出して構わん、なんておっしゃるんだよ。上の方は全く何を考えてるんだかね。相変わらずとぼけた表情で田中課長が続ける。あんま驚いたもんだから、思わず装備課まで確かめに行っちゃったよ。本部長殿がこう言ってるんですけど、ってさ。一課の入り口付近に立つ、私たちの背後から現れたのはそういう理由か。何もそこまで疑わなくても。装備課にも確かに通達されてるってさ。マジか。さすが本部長だぜ。いやいや、そんな無茶な命令をあっさり受け入れる僕の度量も褒めてくれてもいいんだよ。ひしょい、喋んな。くせえんだよ。おっさんは無限にしたら出世に響く程度にしか考えてねえだろ。恩着せがましいこと言うなっての。相変わらず口が悪いね、君は。今回の事件、
直接の連絡こそないものの、本部長は私たちのことを見守っていてくれたらしい。そしてこの事件を解決することを期待してくれているのだ。出なければこんな横車を押すはずがない。きっと本部長も私たちの知らないステージで FOAF と戦っているに違いない。胸にじんわりとしたものが広がる。勇気をもらった気がした。装備課に行きましょう、セナ君。ああ、本部長の許可も下りたし、ハリネズミみたいに武装しようぜ。私もセナ君も息健康だ。アーシーバーヤーに捜査一課を後にする私たちの背後から、田中課長の気の抜けた声が聞こえてきた。なんだかよくわからんけど、知るなよ。おお、命の心配はしてくれるんだな、一応。せっかくね、勇気がそがれた気がする。いや、でも、なんか激励とか普段しないんだから、ちょっと嬉しいよね。この鏡とかなんかやってきそうだよな。タイミングというか、ランダムなのかな。拳銃の冷たく硬い感触。装備課で相談を済ませ、わずかに重量を増したそれをホルスターに収めたまま表面を撫でる。ふぅ。そして胸を締め付ける防弾ベストの着心地にわずかなため息が出た。こんな重装備はいつ以来だろうか。まあ、着心地のいいもんではないんだろうな、防弾チョッキって。G 県警に配属されてからはもちろん、S 県警の C 村文書にいた頃にもこんな重装備はしなかった。なんならミニスカだったもんね。勤務服。警察学校を卒業した後の研修生、警視の交番勤務の時も拳銃と防刃チョッキこそ常に装備していたが、防弾ベストを着るような機会はなかった。もしかしたら警察学校での教訓が教練が最後なんじゃないだろうか。どこまで役に立つかはわからないけど。相手は日本と米国の警察や軍事における高級官僚たちが秘密裏に集まった組織だ。ああ、やっぱ潰そうと、道明寺が潰そうとした組織だろうね、FOAF は。自衛隊や米国国防総省が、絡む連中の装備がそれ以下ということはないだろう。少し心もとないのは確かだが、だからといって、おののくわけ、退くわけにはいかない。ふぅ、ピクシャ。特捜配属前に、セナ君と、遭遇したあの事件も。ここでびっくりさせに来る必要ある？特捜配属後、最初の事件も。本部長の肝入りで、捜査することになったあの事件も。あれらの怪異事件は全て FOAF が引き起こしたものだという。未然に防ぐことはできなかったし、解決できたと言い切れるものばかりではない。助けることのできた命もあれば、できなかった命もある。だから私たちは FOAF の人間たちが起こした事件に一歩も退くわけにはいかない。私の心の中をそんな強い気持ちが巡るのは、セナ君のおかげでもある。G 県警に配属されてからも、ブラインドマン事件のトラウマは、それらの怪異事件の最中に何度も蘇った。思い起こせば、彼はその都度そばにいてくれた。そのおかげで、トラウマを乗り越え、怪異事件に立ち向かうことができたように思う。ま、時折とぼけたことを言ってみたり、警察官にあるまじき言動やら、行動やらで困らされたこともあるが、それらも含めて救われてきたのかもしれない。照れくさくて、面と向かっては感謝できないけど、付き合え。おい、まだか？ロッカールームの外からセナ君のじれた声が聞こえてきた。待って、今、行くわ。お待たせ。よ、準備はいいか？ポリス。ええ、もちろん。彼の様子は普段と変わらない。これから怪異事件の大捕り物があるというのに、もしかしたら命を失う可能性もあるかもしれないのに。一つ彼に言っておかなければならないことがある。なんだ、いい感じにするんか？ねえ、セナ君。なんだ？言うべきかどうか少し迷う。だが、セナ君のためにも言わなければならない。超能力によるマインドコントロールが実在するとして、もし万が一にも私があなたに銃を向けるようなことがあったら、その時は遠慮はいらない。私を撃って。は？何言ってやがる？そんなことできるわけねえだろ。撃たなくていいじゃんね、別に。行動不能にすればいいだけで。セナ君。マインドコントロールって動けない状態でも無理やり動くような能力とかってあるのかな？あったよ。ただし一つ条件がある。逆に俺が操られてお前に銃を向けたら、そしたら迷わずに俺を撃てよ。それならおあいこになる。こんなの撃てるわけないやんな。いいわ、約束する。ま、そんな状況にならないようにせいぜい神様仏様に祈ってこうぜ。ナムナムナムアーメンラーメン冷やし中華。言う場所によっては即死しそうなことやな。セナ君らしいとぼけたお祈りだ。
なんともご利益の鬱そうな。しかし気持ちをほぐす効果は抜群だった。どうだった？え、ヨミ君？なぜここにいるの？お前、俺らが戻るまで如月先生のとこでかがまってもらう手はずだったろうが。俺を解剖したいなんて本気で考えている上に、ある意味 FOAF の連中よりも危険な思想の魔女のとこになんか長居できるかっての。まあそれはそうかもしれないな。ああ、あの人が私たちのいない間に何を企んだか、なんとなく想像できる。けど、組織の連中に見つかったら。大した距離じゃないから大丈夫だ。それに、心を読めば、そいつが敵かどうかすぐにわかる。あ、いいえ。そうかもしれねえが、勝手なことはすんな。ほんの少し顔をしかめたセナ君が、ガシッとヨミ君の頭をつかむ。まるで子供にするように。まあ、実際相手は子供だけど。もしお前に何かあったらどうすんだ。理性だって助けられなくなっちまうんだぞ。軽はずみな行動はするんじゃねえ。軽はずみな行動とかどの口が言うかとは言わないでおこう。ま、お前言うだもんね。悪い。おう、もうすんなよ。いいなあ。で、そんなことよりも銃はどうだったんだ。借りれましたよ。許可が下りたわ。防弾ベストもね。へえ、罠じゃないといいけどな。け、ほんとひねくれた構造だな。実際あの掃除機は、3話の時の掃除機は金髪が持ってきてくれたもんね。散々大人に利用されてきたんだ、ひねくれもするさ。なるほど、そりゃそうか。その気持ちはわからんでもねえな。だろうな。通じ合うものがあるのか、似た雰囲気の笑顔を見せる2人。ちょっぴりジェラシー。ジェラシー感じるとこじゃないよ。あ、いない。装備を整え、ヨミ君と合流し、いざ外に出てみると雰囲気が一変していた。私服、制服を問わず、警官とおぼしき人たちが大勢集まり、想像しく何かの準備をしているようだ。その中には見覚えのある顔もあった。ほんのごくわずかの間だが、同僚だった捜査一課の人たちだ。田中課長もいる。皆表情は固く殺気立っていた。さっき装備申請をしに行った時にはあんな風じゃなかったように思うけど、ロッカールームで着替えてる間に何かあったのかしら。ああ、お前たち困りは順調か。新しい空気の中、高潔警部と新見警部補がこちらに気づいて声をかけてきた。小森じゃねえよ。ん？その子は。お前たちに預けたのは女の子じゃなかったか。二人がユミ君に気づき、怪訝そうな声を出した。朝、リセちゃんを私たちのところに連れてきたのはこの二人なのだから、当然といえば当然。まあまあ、性別変わることぐらいあるよ。若いんだから。まあ、いろいろとありまして。それより、新見警部補、この物々しい状況は、一体？今夜満月。それは知っているな。つい先ほど、G 県警総出のローラー作戦について実施の許可が下りた。総出ったって、全員ってわけにもいかねえだろ。人手不足なんじゃないのか。心配無用だ。近隣の A 県、S 県、M 県、N 県、T 県にも協力を要請した。 G 県はもとより他県の非番の連中も積極的に協力してくれている。 G 県のことは G 県で解決するという本部長の方針には反するが、この際やむを得ない。マジかよ。まあこれもぼ、いや俺とマサさんの人脈と人徳のおかげというわけだ。勝ち誇るかと思いきや、新見警部補の表情は硬い。疲れてんだよ。子供たちの命がかかっているからな。使える手は何であれ使うべきだ。テレビ、ラジオ、各局にも協力を要請してある。子供だけの外出は無論、子供を連れての外出も控えるよう、親御さんには目を離さずいるよう注意を促す。よくそこまで。どれだけの子供たちを救えるかわからないが、一人でも多くを救うためだ。そうだろう、信用。ええ。彼らの眼差しは真剣そのもの。一部の隙も微塵の揺るぎもない。さすが G 県警捜査一課が誇る検挙率ナンバーワンコンビ。高潔警部も新見警部補も正義を貫く優秀な警察官なのだ。彼らは間違いなく信用できる。 FOAF やヨミ君たちのことを話し協力してほしいが、やはりこの話は荒唐無稽すぎて信じてもらえはしないだろう。私たちにしろ、如月先生にしろ、この手の話題に耐性があるからこそ受け入れられたような気もするし、警察官としての使命を全うしようとする気持ちは同じだが、彼らとはその方法論があまりにも違いすぎる。
私たちは私たちのやり方で解決するしかない。ははエリート風よ、吹かすだけのいけすかないエリートポンポンかと思いきや、意外と熱血すんじゃねえか、慎太郎。いいな、この慎太郎呼びになるのいいよな。呼び捨てにするな。まあ、絶対ダメなんだけどね。巡査風情が。慎ちゃんの方が良かったか。新見警部補と呼べ。年齢も階級も俺の方が上だと何度言えば。タメ口すら本来許されないでしょ。つうか、セナ、お前が人をボンボン呼ばわりやねえだろ。なあ、ホムナ。そうね。ヨミ君に初めて名前を呼ばれた気がする。驚いて思わず生返事をしてしまった。おー、ここぞとばかりにみんな距離を詰めてくるな。てめえ、呼び捨てすんじゃねえ。お前が言うか、お前が。このやりとり、なんていうか、兄弟が増えた？まったく。呆れた表情を見せた次の瞬間、新見警部補がわずかに表情を曇らせた。どうしました？なんでもない。少しめまいがしただけだ。しっかりしろ、慎太郎。本番はこっからだぞ。ええ、わかってます。大丈夫ですよ、マサさん。よくよく見れば、新見警部補にも高血警部にも、顔に疲労の色があった。倒れはしないんだな、今回は。高血警部、もしかして、昨日から寝てらっしゃらないんじゃ。昨日じゃない。捜査本部が設置されてからだから、一昨日だ。慎、余計なことは言うな。それは捜査とは関係のないことだ。かっこいい。すいません。こんな大人になれるもんならなりたかった。二人とも、一昨日から寝ていないとすると、今日、私たちのオフィスに来た時点で、徹夜二日目だったのか。全く気づかなかった。二人とも体を張っている。どころではなく、命がけ。考え方は違えども、二人とも尊敬に値する警察官だ。そろそろ時間だ。行くぞ、慎太郎。はい、マスさん。かっこいい。慎太郎かっこいいやん。去りゆく二人の背中に、思わず私は敬礼をしていた。ユミ君まで敬礼することないでしょ。すげえな、あいつら。見ればセナ君も敬礼している。大人ってのは身勝手なやつばっかだと思ってたけど、そうじゃないのもいるんだな。お前らとか、あの二人とか。心の中を読んだのかな。ヨミ君も感心したらしい。目を輝かせながら敬礼していた。ヨミ君からしたら最大級の賛辞だろう。光栄だ。世の中を、大人を見かけってヨミ君にほんの少しだとしても好みを与えることができたなら。さあ、私たちは私たちの戦場に行くわよ。おう、いざ主人だぜ。おお、リセちゃん、待って。ん？え？おう、おい、ヨミ、探す手間が省けたな。リセちゃん？表情を曇らせたヨミくんが目を光らせながら辺りを見回す。組織の人たちならいないわ。一人なのか？ええ、知ってるでしょ。私はある程度の自由が保障されてる。組織に害をなさない限りは。あの人たちも私の機嫌を損ねたくないってこと。私が本気で反逆したら誰にも止められないから、そんな気さらさらないのだけど。ヨミくんから聞いたヨミくん自身の境遇と比べれば確かに相当な特別扱いね。死ぬわよ、あなたたち。どのルートを選んでも、どの選択をしても、あなたたちは必ず死ぬ。でも死ななかったよ、オカルトルートでは。ああ、俺たちが死ぬだ。おいおい、縁起でもないこと言うんじゃねえよ。彼女の口ぶりから推測できる事実はただ一つ。リセちゃん、あなたはすでに時間を巻き戻してきたのね。それも何度も。ええ、もう数えることもやめたけど、今日という日を何度も何度も何度も。彼女は今日これから起こる事態の結末をいくつも見てきたのだ。そして私たちに警告をしに来た。時間を巻き戻す能力は未来を見通す予知能力と同じ効果があるというわけね。まあね、信じがたいことではあるが、今さら疑う気はない。死にたくなかったら何もしないこと。私が死ねばそれで済む話。俺が何度も何度も何度もバッドエンドを繰り返してきた結論よ。彼女の目には何も映っていない。怒りも悲しみも諦めぬ色さえも。定年という感情にわずかに含まれる、前向きすら失うほどの、幾度もひどい結末。彼女の言葉を借りるなら、バッドエンドを見てきたというの。子供にそんな目を見せられて黙っているわけにはいかない。
何もしないなんてそういうわけにはいかないわ。今度は違う結末が待っているかもしれないでしょ。いえ、今度は違う結末にしてみせる。そのセリフを聞くのももう何度目かしら。あなた、そう言って何回死んだと思う？いやー、でも覆したから言うこと聞けよ。だとしても、安心せえ安心せえ。私の声とリセちゃんの声が重なった。何もしないなんて選択肢はありえないわ。でしょ。おいおい、まるでヨミ君が実演してみせた独身のように言いよどんだ私のセリフをつなげてみせるリセちゃん。けど何か方法がないわ。また言葉を先取りされた。まあ今のところ黒魔術を使うか使わないかぐらいの差しかないよね。分かったでしょ。あなたが何を考えようと何を言おうと、それらはすでに見てきたの。結末と一緒に。嘘だろ。嘘じゃないわ。ヨミ、証明してくれる？ごめんね、ヨミ。辛いものを見せてしまって。でもこうしないと証明できないから。マジなのかよ。私を、その懐の拳銃で撃って。今まであなたたちはそれを絶対にしなかった。けどそうすれば、ルナの動機はなくなるから、事件は解決する。私だけで。ダメよ。たとえ自分が死ぬとしても、あなたたちを救うためなら、何度だって死んでみせる。言いながら震えているのが自分でもわかった。でも、踏ん張らねば。この子から目をそらしてはいけない。この子から逃げてはいけない。そのセリフもいっぱい聞いたわ。だから、もういいの。そんなに震えなくてもいい。怖いなら何もしなくてもいい。少し大変だけど、自分の手で決着をつけるわ。自分の手でって、それってまさか自殺？そんなこと、絶対に。ちょっと待てよ、リゼ。私が叫ぼうとする直前、ヨミ君がそれを遮った。顔に怒りをたたえながら。何、ヨミ。内心そんなこと思ってないだろう。本心よ。嘘だな。組織の連中にもお前にも教えてなかったが、俺は心の表層だけが読めるわけじゃない。そいつが心の奥底に封印したトラウマだって読める。お前がその辛い体験の繰り返しで心の奥底にしまっちまった本音を言い当ててやる。おむなちゃんとセナ君はもう初めてのお友達。二人が死ぬのはもう見たくない。そうだろ。リセちゃんの顔を覆っていた無表情が崩れた。傷つくよな。何を言ってるの？俺はお前のためにここに来たんだぜ。施設なんて本当はいつでも脱走できた。さっき言った通り、俺の本当の能力は誰にもバレてなかったからな。でもそうしなかったのはリセ、お前がいたからだ。今回組織を脱走したのはお前を守りたいからなんだよ。それなのに俺は友達ですらねえのかよ。傷つくぜ、まったく。なんだなんだなんだ、告白か？ヨミ、ちょっと照れてる。おーい、ヨミのやつ告白しやがった。すげえ。あ、なんか顔が赤くねえか？なんだ？あ、やめ。あ、なんだ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 、おい。なるほど。甘酸っぱい。リセちゃんの無表情は完全に崩れている。イチャイチャすんな、イチャイチャすんな。ああ、なんだお前ら、揃って顔赤くしやがって。そういうところで鈍いのはセナ君らしい。予想外って顔してるわね。リセちゃん、こんな展開はあった？もう無理やりやな。それは。こんな近くにもお友達がいたじゃない。リセちゃんはそれに気づいてなかっただけ。その疑問系は何なんだよ。あなたは死ぬ必要なんてない。今度こそ絶対に私たちが守ってみせる。無理よ。これまで見たことのない言葉を、行動を、展開を見るたびに何度もそう思ってきた。けどダメだったの。このままじゃみんな死ぬわ。私見たの、おむなちゃんが。これは、おお、びくしょ。目にあふれんばかりの涙をためたリセちゃんを私は抱きしめた。ちょっと前原圭一に転校してきてもらおう。おむなちゃん？ドクンと彼女の鼓動が跳ね上がるのを肌が感じた。リセちゃんは驚いている。これも彼女の見てきた未来にはなかったことの証明だ。こうして私に抱きしめられるのは初めてみたいね。それに、ヨミ君に告白されたのも。それは。まだ可能性は残っているってことよ。
未来は変化する。私たちの手で変えられるのよ。でもまあリセが毎回来てからこういうこうこうこういうことがあったっていう風に言ってもらえばね、未来全然変わりそうだよな。腕の中でわずかにリセちゃんがうなずくのを感じた。リセちゃん諦めないで、私たちも諦めないから。胸を張って言える。諦めなかったからこそ今私はここにいるのだから。かわいい。うんうん。おえつシャツを濡らす彼女の涙、そして背中に感じる温かい手のひらの感触。彼女は私を抱き返してきた。また信じてくれたのだ。もう一度だけ信じてみるわ。ありがとうリセちゃん。あとはルナを見つけるだけだな。リセ、お前はもちろん知ってるよな。ええ、けど確実じゃないわ。私が見てきた未来とは違うことが起きているから。なるほど。私たちがリセちゃんの知らない行動を取ったということは、この後彼女にも何が起こるかわからないということになる。いや、それでいい。大まかな位置は予想してたが、絞り込めてなかったから助かるぜ。ルナは満月の光を最も浴びやすい場所にいる。そう言ってリセちゃんが指さしたのは、G 県の街並みを一望できる K さんの山頂。天下統一を夢見た戦国武将が築城した G 城だった。うう。そんなとこまで行くの？敵は G 城にありってか？決戦にふさわしい場所じゃないか。やっぱりそうか。そこか G シティタワーのどっちかだとは思ってたが。ちょっと待って。確かに有名な観光地だけど、そんなに子供が多いとは思えないわ。おまけに今日は平日よ。ルナの目的は子供たちにマインドコントロールをかけて自殺させることのはず。マインドコントロール自体はもうきっと済ませてる。あいつは特等席でその発動を待ってるだけさ。子供の集まる場所、休日なら遊園地とか、平日なら学校とか通学路なんかで、すでに何十人何百人とかけてるだろうよ。どういうことだよ。ルナはとても強力な能力者だけど、それでも精神に関わるようなことを実行させるには満月の夜を待たないといけないの。変な例えかもしれないが、職業軍人だってそうそう簡単に人を殺せるようになるわけじゃないだろ。何年も訓練し、それでもできないやつさえいる。そうね。普通は無理なんだよ。前に読んだ本によれば、新兵の8割くらいは手にした銃を発砲することすらできなかったという。そして同じ本にこうも書いてあった。閉鎖的環境下で高い権威者の指示に従う形であれば、人間の心理は相当に残酷なことをしても平気でし得ると。まあ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 、その事情というか、なんていうのかな。しかしその例として挙げられていたミルグラム実験においても、全員が全員残酷になれたわけじゃない。そして無関係で、顔も知らない相手に残酷になれるのと、自分自身に残酷になれるのとはまた話が違う。まあ理由付けがあるとないとではね、やっぱ違うだろうから。そう考えると、あらゆる心理的環境的制約を無視して自殺という行為を平然と行わせ、しかもそこに一切の疑問も恐怖さえも抱かせない。それが可能だというルナのマインドコントロール能力は強力無比なんていうレベルじゃない。しかしマインドコントロールにかかればもう距離は関係ない。月が満ち、ルナの力が最大になった瞬間、一斉に発動する。あいつは悪趣味だからな。その瞬間を見下ろしたいんだよ。前に読んだ時、吐き気をこらえるのが大変だった。何としても止めなければ。行きますか、次女。着いた、決戦の地へ。はい、ということで今回はここまでで終わりたいと思います。ちょっとヤバそうな雰囲気がするけどね、いろんな意味でいい意味でも悪い意味でもヤバそうな雰囲気してますけど、このシナリオ。また次回続きやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。